正面に1号機が見えてまいりました。事故を起こした福島第一原発の1号機です。去年の秋、原子炉建屋を囲うカバーが撤去されました。でこの橋を渡って向こうに行きますと150マイクロシーベルトぐらいなんで、結構するとですね、瓦礫の山がご覧になりますけども、これはあの1号機の爆発した後の姿になります。こちらは3号機です。どちらも水素爆発で吹き込んだ建屋が無残な姿を未だに晒していました。メルトダウンを起こしたこれらの建屋に近づくと、依然高い放射線量を示しました。 4,5 時間で一般の人が1年間に浴びる限度とされる1ミリシーベルトに達するレベルです。建屋の中で溶け落ちた燃料の取り出しは廃炉を進めるにあたっての大きな壁となっています。建屋の中は人が死に至るぐらいの高い放射線量です。なかなか人が近づけず、ロボットによる遠隔調査に頼らざるを得ない状態です。原発の入り口からおよそ数十メートル、緩やかな坂を登り切ったところにあった汚染水をためるための無数のタンクに私は圧倒されました。4年前私が初めて原発の中に入った時は、まだこの場所にタンクはありませんでした。事故で溶け落ちた核燃料を冷やすために注がれている水などで生じる汚染水は1日およそ200トン、タンクは3階建てのビルほどの大きさですが、数日で満タンになる計算です。こうしたタンクが今およそ1000基も原発の中にあります。原発の敷地の中にはかつて野鳥の楽園と呼ばれた森がありました。しかし今はほとんど伐採されました。原発の中の至るところに建てられたタンク、まるで別の化学工場にでも入り込んだような錯覚さえ覚えます。さらに海側にも汚染水は漏れ出し、海に流出し汚染し続けています。一方で4年前、敷地の中に散乱していた瓦礫は今ではもう目につかなくなりました。また放射線量を抑えるため地面をモルタルで覆う作業が進み、今では9割の場所で軽い服装で作業ができるようになったそうです。4年前に私がここに入った時はまだ線量が高く、全面マスクに防護服の重装備で息苦しくて頭が痛くなりそうだったのとは大違いです。昨年秋には新しい事務棟もできました。明るい吹き抜けが都会のオフィスを思わせます。このように原発の敷地内での作業環境は大幅に改善されました。かつては誰にとっても初めてで困難な作業ばかりだったのが、今ではすっかりルーティンとなった感があります。とはいえ実際は廃炉と汚染水対策など世界でも例のない過酷な事故の収束は先行きが見えません。新たに分かってきた実情からいよいよ長い戦いになる様相を見せています。